こんばんは、平井博明です。ちょっと俺撮りたい動画あるからやっていい？あのバックスイングで左膝がこうやって出ちゃう人と、インパクトで右膝がこうやって出ちゃう人が出る原因をちょっとやりたいなと思って、なんで出ちゃうのか、出たところでこれ多分ね、見た目の問題を気にしてる方がほとんどなの。そんなに害はないんだけど、でも嫌だっていう人結構聞くのね。特にバックスイングの左膝がこうやって出ちゃう。そう、その原因やるね。平井博明のワンナップゴルフ。まずバックスイングの左膝からやるね。バックスイングで左膝がこうやって出ちゃうっていうのは、今自分で平井がやった通り、体重が左にこうやって残ってバックスイングをする方がほとんどなの。もちろん右膝がこうやって引けても出るし、体がこうやって回りすぎたら単純に出るじゃない。そう、その3つのどれかなんだよね。うん、あとはヒールアップしてんだったらしょうがないの。ああ、そっか。うん、ヒールアップしてる左膝は逆に気にしないでもらいたい。あとはどうしてもヒールアップしたいんだけど左膝が出るのが嫌だっていう人は、右にヒールアップしてほしいの。こうやって、こうやって、うん、例えばバックスイングで左にこうやって体重が残っちゃって左膝が出るんだったら、右の膝の上に乗る、右スパイクでもいいし、右膝の上にちゃんと自分がこうやって乗ってるかどうか。そうすると左膝ってそこまで出ないの。だけどこれがドセンターにいようとすると、こうやって入れ替えて左膝が前に出る、出やすくなっちゃうんだね。そう、だからそれだけちょっと気をつけてもらいたい。でそもそも回しすぎとか引きすぎっていうのはそれ直せばいいだけだから、説明する必要もないんだけど、うん、で次にインパクトで右膝が出る人は、本当は体重移動をこうやって左に移してインパクトしたい人なの。こうやってしたい、ね、そうだけどゴルフはセンター軸ってやっちゃって、体重移動しないでこうやって打つから、こうやって前に膝が 出やすくなるのね。そう、あとは蹴りが強い人、そうインパクトで急激な力みをすごい使っちゃう人なんかは、右膝がこう前に出やすい。だそれをちゃんとこうやって左にこうやって体重移動しながら回転、くぐって回転してあげたら、膝ってこうやって内側にこうやって巻いてくるから前には出なくなるんだよね。そう、だからちゃんと回転してあげて、多少左の内ももぐらいにこうやって体重移動してあげれば、右膝っていうのは収まってくる、うん、それがポイントだね。でもあんまり害はないわけや。うん、ほとんど害はないね。でその害はないっていうのは、今左膝と右膝両方やったでしょ。でこの両方の膝で悩んでる人って、そもそもこうやって右と左にこうやってタイミングを取る人なのね。だからそれをやってあげたら膝ってほとんど出ないんだね。そうなんだ。そう、それをこういう動きの人に対して、こうやって前後にこうやって動こうとしてるから、こうやって出る。だからそういう時はこうやって横に、多少横にこうやってパーツを使ってあげるイメージで打ってあげたら、前には出ないパーツは。そうなんだ。そう、そういうタイプの人がいるってこと。いるいるいる。そうだから、そういうふうにやってあげた方がいい。あとはその中でも単純に力みとして、そういう膝の動きが悪い方に出ちゃったりする場合っていうのは、本当に一旦下半身止めて、本当に上半身の力でこうやって打ってあげた方がいい。そういう練習をして、下が動かないで上がどん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 力めてきて、初めて今度下を使っていく練習をしてあげた方がいいから、うん、そういう練習の仕方で改善できてくると思うんで、とにかくでも今いい方に体重こう移動する人ですよって言ったけど、とにかく下がメインで動いてる人だよね。動かそうとしてたり、動いちゃうのに止めようとしてたり、とにかく下に意識がいってる方に多いから、うん、だから下の意識はあまり しない方がいいね。真ん中で回る人は出ないんだ、うん、出づらい。そうなんだ、まあ、同じ動きなのにね、うん、内側にもともと巻くのが上手だからね。そういうことか。そう、こうやって、こうやって動く人はこうやって、こうやって動くのが上手だから。そう、足踏みというか、ね、うん、そうだからお尻の位置が、右のお尻も左のお尻もこう変わんなければ、こうやって膝引いてたってあんまり害はないのよ。こう膝が出て、出たって引いたって。だけどこう引くとお尻が下がったり、
出るとこうやって前に出たりするでしょ。それが害があるから、そう、それがなければ全然 OK。 だから見た目だけ気にして、でもナイスショットは出てるよっていう方は気にしない方がいいね。あ、そうだね、うん、そうだね、うん、ミスが出て、まあレッスンなんか行ってそれが原因でミス出てますよって言われた方はちょっと試してもらいたいっていうだけ。うん、そう、だからあんまり重要なポイントではないけども気にされてる方が多いんで、ちょっと動画にしようかなと思って、うん、撮っていきました、はい、こういう優しいところもワンラップゴルフはあります気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。